シリウク・ドクターは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第10シリーズ第12話にして、同シーズンの最終話。スティーブン・モファットが、脚本、レイチェル・タラ・レーが監督を担当し、2017年7月1日に BBC1 で初放送された。本作は、前話、は、残酷な宇宙の時間との二部作の後編であり、批評家からは、絶賛を受けた。 残酷な宇宙の時間に続け、本作では二人のマスターが登場するとともに、サイバーマンの起源が描かれる。また、終盤では、初代ドクターが登場する。初代ドクターを演じたのは、デイビッド・ブラッドリーであり、彼は2013年に、アン・アドベンチャー・イン・スペース・アンド・タイムで、初代ドクター役のウィリアム・ハートネルを演じていた。12代目ドクターは6代目マスターとミッシーに殺され、 かけるが、サイバーマンの襲撃対象にタイムロードを加えたことで、マスター二人とナードルを呼びサイバーマン化したが自我を保っているビルポッツを連れて低層階から脱出する。上階では、宇宙船近傍のブラックホールの重力により時間が緩慢になるため急速に進歩するサイバーマンから逃れることはできず、彼らは中層階の住民と共にサイバーマンを迎え撃つことにする。 マスターは低層階にある自身のタービスで脱出を図るが最後の最後にドクターの味方となった未来の自分であるミッシーと対立し差し違える形となって彼の言う完璧な幕引きを迎える。ナードルはドクターの指示で中層階の住民を保護してエレベーターを封鎖して余生を過ごすことになる。ドクターは爆弾を起爆して全てのサイバーマンを一掃した後 品種の状態に陥っているところを見ると彼女を追跡してきたヘザーによりターディスへ運ばれる。彼女らが宇宙へ旅立った後にドクターが意識を取り戻すと再生サイクルが開始される。顔を変えて生き続けることに嫌気がさしたドクターは南極大陸で再生を拒むがそこにかつての自分自身である初代ドクターが姿を現す。ドクターには 転落死の経験があるとミッシーが述べているが、これは四代目ドクターが、電波塔から落下した、ラガーパリスでの出来事を指している。最後の戦いの際、ドクターはこれまで、サイバーマンと遭遇した場所の名前を叫んでいる。具体的には、惑星モンダス、カナリー、ワーフ、月である。また、彼は、マリナスにも言及しているが、これは、 グラント・モリソンによる六代目ドクターのコミック・ザ・ワールド、シェーパーズでマリナスの種族、ボールドがサイバーマンに進化した出来事を指している。なおこのコミックでは、モンダスと第十四惑星とマリナスがすべて同じ惑星であることが示唆されている。ナードルは農家防衛の際にアラモを忘れるなと告げている。これは1836年にアントニオ・ロペスデサンタ・アナの舞台にアラモミッションが、 蹂躙されたことを受け、後にメキシコ軍を倒し、テキサス共和国を形成した独立軍の掛け声、リメンバーザ・アラモに由来する。ミッシーは人間のコミュニティをザ・ウォルトンズと呼んでいる。これは世界恐慌の中を生きる子供のいるのかを描くアメリカ合衆国のテレビシリーズ、我が家は11人の現代に由来する。 チリウークドクターの台本の読み合わせは2017年2月21日に行われた。2017年3月6日に残酷な宇宙の時間とともに制作が開始され、レイチェル・タラ・レイが3度目のシーズンフィナーレ登用を達成した。チリウークドクターの撮影の完了、すなわち第10シリーズの撮影完了は2017年4月7日であった。デイビッド・ブラッドリーが 初代ドクター役で出演する場面は2017年6月に2017年クリスマススペシャル戦場と二人のドクターの一部として撮影された。チリウクドクターのリアルタイム視聴者数は375万人で番組視聴選挙率は25.3%を記録した。タイムシフト視聴者を加算すると視聴者数は530万人に上り、 アプリシエーションインデックスは83となった。日本では放送されていないが、2018年3月31日に、Hulu で、チリユク・ドクターを含む、第10シリーズの独占配信が開始された。チリユク・ドクターは、批評家から絶賛され、第10シリーズにふさわしい結末であるとの声が、大半であった。モファットの脚本、タラレイの演出、カパルディの演技が賞賛を受けた。 ザ・エヴィクラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を完璧なフィナーレだと称し、12代目ドクターが自身は何者なのかを知っているドクターであることと、演じているピーター・カパルディがドクター役を渇望していたことから、ドクターが再生を拒むというストーリーラインがもたらされたとした。彼はシリーズの複数のストーリーラインが満足できる結末に仕上がっていること。 キャラクターの感情のリアリティに敬意が払われていること、ほんのわずかなつまずきしかないことを高く評価した。イグンのスコット・コルーラもマスター二人のダイナミクスを称賛し、兄弟姉妹や彼氏彼女のような関係が複雑性を育んでいるとし、六代目ドクターがミッシーを以前のような悪の道に引きずり戻そうとしていることにも触れた。また彼はデイビッド・ブラッドリーが 初代ドクター役で出演することを高く評価したが、残酷な宇宙の時間、散りゆくドクターの物語を、クリスマススペシャルの再生の物語につなげることは、素晴らしいコンセプトであるとした上で、エピソードの文脈では機能していないと指摘した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは本作に満点を与え、本作の最も強力な点として、カパルディとシム及びゴメスの演技を挙げて絶賛した。 彼は、カパルデがシリーズを通して堂々としていたと主張し、シムとゴメスの演技に挟まれながらも際立っていたとし、チリウクドクターは、カパルデに捧げられたエピソードであると述べた。また、彼は六代目マスターが7年前ほど強人ではないと、しつつもマスターを称賛し、ミッシーの魂の探求の描写についても素晴らしいと、絶賛したデイリーミラー神のダニエル・ジャクソンも満点を与え、 演技と物語を絶賛し、非常に満足できる結末であると論評した。チリウークドクターのための予告編などから彼はシリーズが失敗に終わる可能性もあったとしたが、本作の成功を称賛した。彼は物語に引き込まれたと感想を述べ、さらに本作が12代目ドクターの最高のエピソードであるとした。チリウークドクターは2019年バフタカムリーアワーズの最優秀特集。 資格効果部門にノミネートされた。ありがとうございます。